高円寺くん、次回は中学生時代の串田さんの話があるそうなんです。私の肉体改造シーンを間に挟んだ方が盛り上がりそうだね。それはわからないですけど、高円寺くんがどんな中学生だったかちょっと想像つかないです。私は私さ、生まれた瞬間から最高にクールな人生を送っているよ。もう少し具体的に聞いてもいいですか？国内かな？国外かな？じゃあ国外いいわ。アマゾンの密林でサバイバルをしたり、アメリカで射撃練習をしたり、中国では武術をスタイリッシュに経験したりしたね。でも中国に行かれたこともあるんですね。私中国出身だからなんか親近感が湧きました。奥深く非常にエレガントな国だ。またいずれ挑戦したいものだね。挑戦、なんか声はうまく噛み合ってませんね。次回高円寺六助肉体改造計画。違います。次回は胸の底で傷は静かに生きている。